山下優斗と言います。ドットアットプロジェクトっていう名義で下北沢の路上でひたすら点を打って絵を描くといういわゆるライブペインティングをしています。最初は下北沢本当に駅前で誰の許可も得ずにゲリラで、あまり社会的にはいいとは言えないことなんですけれども、とりあえず何かやりたくてやっていたんですが、いろんな人の温かさの上もあって場所を紹介してくれる人が出てきまして、昼は北口にある東洋百貨店というお店の前、夜は南口の酒屋さんというところのシャッターをお借りして今絵を描いています。使う塗料としては水彩絵の具を用いて、でそれを可能な限り水で薄めて、その後の残った部分にその街の空気や雰囲気、そういうものを溶かして一つの絵を作っていきたいっていう気持ちでやっています。各道具なんですけれども、自分で制作して木とかアルミとか、まあ、そういういろんな素材を使って世界に一つしかないオリジナルの絵画道具なんかも自分で制作して、で、まあ、それを用いて街中での点描を行っています。お店の人にはちょっと店の宣伝も兼ねてなんて言われているんですけども、実際こう自分の描いている絵、その描いている姿なんかを見て、そしてお店に興味を持っていただくなんてことも日常すごい起こることで、それは僕にとってもすごい嬉しいことだし、絵がその街そのものに溶け込んでいくっていうのはそういうことも含んでいるんだと僕は思います。はい、路上で描くっていうことに関してなんですけれども、もともと自分は路上で絵を描いたりだとか、何かこうパフォーマンスをしているような人たちがすごい好きで、下北沢っていうのは路上パフォーマンスがすごい多い街なんですけれども、時間の流れによって下北沢のそういう、まあ、路上でパフォーマンスする人自体が減ってきてしまう現状っていうのがあって、まあ、なんとかして食い止めたいっていうわけではないんですけれども、そういう人たちが途絶えない、途絶えてほしくないっていう気持ちがやっぱり一番強くて、なら自分が当事者になってもいいんじゃないかなっていうナチュラルな気持ちで、まあ、路上でやり始めましたね。まあ、街とその街に住む人の温かさがちょっとあるだけで、路上っていうのは全然実現可能だと思っているので、人前でやってみたいだとか、まあ人前というか、そうですね、街に溶け込むような何かを自分でやってみたいなんていう人は、全然こうそんなに高いハードルではないので、ぜひとも路上でやることをお勧めします。そう、完成しました。これから自分は下北沢だけじゃなくて、他の町でもそういう路上で点を打つようなパフォーマンスっていうのは続けていくと思います。実際そのやっていく中で、まあ、いろんな人に出会って、いろんな場所の提供があったりだとか、いろんなイベントがあったりだとか、まあ、そういう中で描いていくことが僕のスタイルであって、その中で出来上がっていく風景の中に溶け込んでいくような絵が、まあ、自分にとっての風景画のようなものになると思ってずっと描いていくんだと思います。